めっちゃ良かったです。まあ、まず全体的な感想としてはやっぱ家族の大切さ、家族を忘れないこととかがなんか結構私は印象的だったなって思って、ミゲルがなんかもう素直すぎてなんかやっぱ可愛いなとも思ったし、あの本当に映像が綺麗で見ててすごい惹かれるものがあるなって。CG なんだけどすごい現実的だけど、でも死者の世界は現実味がない感じがすごい美しくて幻想的で、人を思うこと思われることっていうのの大切さがすごい分かりやすいなっていうのは感じましたね。私あれかな、ミゲルが、うん、あの橋渡ってなんか顔上げた瞬間のあの鮮やかなはーっていうシーンがすごい綺麗だなって思って、それは一番印象的かなって思いますね。なんか最初テーマパークかなとか思っちゃう感じでした。橋のとこもその一枚一枚の花びらが繊細で目を奪われましたね。橋を渡っていった後にこう一回その世界を見渡すみたいなシーン、現代的なのか未来的なのかちょっとよくわかんないんですけど、でもとにかくいろんな色が混在してて目を奪われましたね。なんかその骸骨がいる世界になんか遊びに行く系のなんか話かなっていうふうに思ってて、ずっと見てないと最後までわかんないから展開が、だからすごいなんか見ててもずっと飽きずに見られた映画でしたね。なんかディズニーピクサーってなんだろう、いい意味で心が温まる映画、うんうん、なんか私トイストーリーもモンスターズインクも大好きで、うん、2つの世界があってピクサーの映画って面白いなって。今回も死者の世界と生きてる人の世界の話だったので、私たちも2人暮らしを最近始めて、でこの映画を見た時に真っ先にあ実家に帰りたいと思って、なんか家族の大切さっていうのがすごい身に染みたし、離れててもこう通じ合ってるっていうのは感じますね。実家に最近帰ってなさすぎたんで、うん、やっぱ見終わった後にめっちゃ恋しくなって、やっぱココが出てきちゃったから、やっぱおばあちゃんとかもいなくなったとしても、うん、本当にあるかわからないですけど、死者の世界で楽しくしてくれたらいいなとか考えますね。生まれてない時代の古いことで記されてないようなことを知りたいです、うん、先祖が生きた時代は私たちは教科書でしかも知らないから、知らない一般の話を聞きたいでも私結構イメルダ好きかな。なんだろう、なんか途中からなんか最初ツンデレなのに最後めっちゃ出れるじゃんとか思ったり最初結構なんか頑固そう、うん、頑固な感じがしたけど、ミゲルの言ってることをちゃんと自分で理解しようとして、そう理解してなんか寄り添ってくれたのがなんか良かったって思って、うん、ミゲルのその純粋さとか、本当に音楽が好きだから自分はこれをやりたいって、もうそれに向かって自分はこうするんだっていう意思がはっきりしてたんで、子供ながらちょっと勇敢でかっこいいなって思いました。とりあえず見てって言いますだってそれしかないじゃないですか、ディズニーだから間違いないよ、間違いないよ、人の温かさを知れるいい映画だから見てきなよとかじゃないですか、うん、ちょっと心が温かくなるよね、温かくなったから、なんか守るべきものがある人に見てほしい。でも逆に、うん、大切にすることを知らない人とか、うん、自分も大切にされてるんだからその大切さをちゃんと知った方がいいよみたいな、家族を愛することができなかったら他の人なんて愛せないですよ。若い子に10代とかにぜひ勧めたいかなと思います。大切さをどっかで忘れちゃってるっていう人にぜひお勧めしたいなと思うので、若い子にぜひ見てもらいたいなと思いました。